皆さんこんにちは、ワンダーリグルビジです。では今回は、新ギレンデ野望、地球連邦軍、V 作戦禁止プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回は、最初の敵重要拠点となる北京の攻略、これを試行錯誤の上、ようやく完遂することができました。1回目、2回目と配信させていただいた内容で、不甲斐なくですね、攻略に失敗してしまったんですけども、北京に戦力を集中させることでこれをなんとか制圧しています。今回はその続きになります。V 作戦を禁止してますので、モビルスーツの、ね、生産これは行わないという縛りになっています。北京の次の攻略目標がですね、すでに部隊発進させて向かわせてますが、太平洋その要衝になるハワイ、ここの攻略を行っていきたいと思います。すでに部隊発進させてますね。先行しているのが潜水艦に乗っている61式戦車。続いてですね、デブロックなんかを発進させています。で、ここにズゴックが見えてると思うんですけど、このズゴックは当然生産したものではなくてですね、北京攻略時に露獲したものです。露獲したモビルスーツはイベントでも使ってますので、プレイの中でも使っていきたいというふうに思っています。では早速、舞台進めていきましょう。ここにいる、まあ、ザクマリンだと思うんですけど、このザクマリンと一戦交えるのは危険だとは思うので、まあ、攻撃だけして削っておきましょう。今ハワイ部隊数2、防衛力8ですね。生産を行っていると思うので、この後部隊数は激増すると思われます。まあ、なので激増した部隊に対応できるようにですね、ちょっと後続を待ちましょう一旦。特にこのズゴックなんかはね、戦力として考えてますので、一旦、ちょっとここは、後続となる、航空機体を待ちたいと思います。航空隊を待った後ですね、この次のターンで、ハワイに侵入を果たしていきます。で、苦戦しているのが、実はちょっと宇宙が苦戦状態になってまして、セーバーフィッシュをですね、改良かな、改良の上で生産して、宇宙でルナ2防衛に当たってもらってるんですけども、まあ、敵がね、モビルスーツ大量に投入してきているというのもあって、少し苦戦気味という状態になってますね。先に宇宙の状態ご覧いただきたいと思います。こんな感じですね。まあ、ルナ2も絶対に中に入れたくないので、まあ、セーバーフィッシュで守りながら生産も行っていくという形を考えています。その他で言うとですね、取った北京、ここもね、敵に侵入されないように。そして、この後のオデッサ作戦を見据えて、ビクトレー隊は一足先にオデッサまでのルートを確保しようという動きになっています。その分、マドラスが少し敵の攻勢にさらされているという状態ですね。オーストラリア、トリントン基地、それとイギリス、ベルファスト基地は特に何も動きなしです。では、時間を進めていきましょう。まあ、かなりの消耗戦。まあ、当然ね、V 作戦を禁止したモビルスーツを使わない物量作戦になるので、覚悟の上の消耗戦なんですけども、思った以上に消耗しますね。この段階で敵はズゴック、グフなんかのね、生産も始まっていてですね、まあ、当然61式戦車では歯が立たないですし、航空戦力もですね、まあ、少し厳しい状態になってきてます。まあ、なので、守るところと攻めるところでですね、物量の、まあ、比重というものをしっかり考えてですね、攻めるところで、まあ、失敗がないようにプレイの方は進めていきたいと思ってます。ここは今ご覧いただいているのがちょうどジャブロ、そしてビッグトレーですね。まあ、ビッグトレーが撃破されるっていうことはそうそうないと思うんですけども、まあ、貴重な戦力にはなってますので、かつお金資源むちゃくちゃ食うビッグトレーなんで、まあ、ビクトレがピンチになったらですね、一旦引くっていうことも考えていきたいと思います。そして今ご覧いただいているのが、先ほどちょっと心配ですとお話した宇宙ですね。
進撃の戦闘中に開発したものです。開発により進撃の開発機会が提案されました。開発の提案を期待になります。さあ、コアファイターの強化版、これコアブースターですかね。まあ、貴重な戦力になると思いますので、これの生産を行うために開発を行っていきたいと思います。ジャブローの守りなんですけども、生産できる数と撃破される数を比較した場合ですね、まあ、明らかに撃破される数の方が増えてきて、ジャブローを守る壁が少しずつ不足することが予想されますので、他の拠点から生産した航空機、これをジャブローに輸送してですね、なんとかジャブローのね、壁が守りきれるようにしたいと思います。ご覧のように敵がジャブローの周りに殺到しているので、この壁が破られると、まあ、事実上ゲームオーバーということになります。まあ、部隊数まだこれだけ余裕はあるんですが、かつ生産もね、一旦で完了するものを作ってるんですけども、不足することが予想されますので、少しずつですね、ドリントン基地とかベルファストとか、前線になってないところからですね、部隊を輸送して、おきたいと思います。では、ここで、ハワイ攻略作戦発動していきたいと思います。まず、ハワイを、なんとか1ターン。これでね、攻略完了して、さらに資源とコストを確保しておきたいと思います。では、侵入させていきます。マップ確認しておきたいので、諜報レベル少し上げましょう。マップ見ておくとですね、まあ、わかりやすいところなんですけども、画面のですね、左側、ここですね。ここから侵入すると最短距離で、ハワイの中心部に迫れるので、できるだけここに侵入できるように、経路をね、取っていきたいと思います。ズゴック隊もね、これ、敵のモビルスーツ隊と交戦してもらわなくてはいけないので、まあ、しっかり活躍をしてもらいたいと思います。で、航空機に関しては基本的にはですね、航続距離をマックスに改造してあるんで、距離が稼げるようにはなってるんですけども、それでもやっぱりちょっと届かない場合は、次のターン、まあ、できればこのターンで終わらせたいなと思うものの、次のターンまでかかることを想定してできるだけ近くに寄っておきましょう。これ以上ね、航続距離というかその移動距離を伸ばすということがまあ事実上できないギリギリまで改造をもうすでにしてあるので、ここはもう今回侵入できた戦力に期待してですね、攻略を進めておきましょう。ではハワイ攻略戦です。敵の生産5ターン目で入ってくるので、それまでに基地中心部に迫りたいですね。ここには、どうだろう。ゴックとザクマリンかな。いるように見えますね。これであれば、スレッガーの乗っているズゴック隊で撃破できるんじゃないかという期待感はあります。索敵はドーンエスカルゴに任せましょう。シロッコなんかも今ドンエスカルゴに乗ってますけど、ズゴックに乗せ替えてもいいですね。戦車部隊もね、投入できるように、まずは接岸していきます。もう、基地中心部の制圧を最優先しましょう。まずはズゴックを上陸させます。ズゴックはどうだろう？エネルギー、できるだけ、節約したいので攻撃はせずに進みましょうか。ドーンエスカルゴ部隊は何もできないからな。もうちょっとね、敵が水中に入ってきてくれればこれをね撃破するというのもありだと思うので、一旦ここにいるザクマリンを撃破する方に回ってもらいましょう。あとは索敵をいいんですね。ちょっと贅沢な索敵の使い方にはなりますが、索敵要員として使っていきます。
ザクマリンとズゴック分かれていたのが一緒になってくれたんですけども、すでに4段目になってしまったので、まあ残念ながら、このターンでの攻略は難しいかもしれないな。まあただ次のターンに備えておきましょう。ズゴックは攻撃を受けたくないので、まあ、61式戦車で攻撃を仕掛けておいて、これで敵の注意を戦車に引きつけましょう。あとはですね、できるだけ生産されたばかりの敵モビルスーツ、これを外に出さないようにするために敵の基地中心部を取り囲んでおきます。これでゴックとザクマリン撃破しましたね。さあ生まれ出てきた敵ですが、うっ、ハッキフルフルで作ってきたな。ゴックが2、グフが3ですかね、フライトタイプ含めて。ここにもグフが2いますね。いやー、これはなかなかしんどそうだな。まあ、索敵だけ当てておきます。あ、デザートザクですね。グフとデザートザクになります。ここも索敵だけ当てて、次で確実に全部隊撃破できるように取り計らいましょう。まあ、この際ですね、ここにいるグフは、まあ、無視してもいいといえば無視してもいいグフにはなりますので、まあ、ここのグフに無理はせずにという形かな。はい、待ちに待ったガンタンク2、これは戦車扱いになるものなので、このガンタンク2の生産を開始していきましょう。いよいよ地上でも本格的にね、反攻作戦ができそうです。今映ってるこのガンキャノンをね、生産はしない縛りになってますので、ガンキャノンは生産しません。で、ボールに関しては、これモビルアーマー扱いになってますが、生産はさせていただきたいと思います。まあ、モビルスーツではないですからね。ハワイにはさらに増援を送っていきます。このターンでなんとかね、ハワイは攻略完了させないといけないので、まあ、ゼガヒデモというね、意気込みで迫っていきましょう。敵の数決して多くはないんですが、味方は数が多い割には、まあ、言ってみれば雑魚ばかりなので、なんとかね、攻略できるように頑張っていきましょう。さあ、デブロック隊が到着しましたので、で、ブロック隊を使って残りの敵をね、撃破していきたいと思います。もうここまで来れば大丈夫かなとは思うんですけども、まあ、油断はね、しないようにということでしっかり進めていきます。ではガラ空きになった敵基地中心部に部隊を送り込んで制圧します。これでハワイの攻略完了です。中心部の制圧に成功しました。敵残存戦力を相当してください。敵部隊の、敵の戦力低下によってカリフォルニアか。カリフォルニアにはハワイから攻略部隊を送っていく必要がありますね。なのでミレアをちょっとハワイに輸送して、ハワイからカリフォルニアに部隊を送り込みましょう。というわけでね、今回はハワイ攻略完了してますので、次回、カリフォルニア攻略戦、その模様をお届けしていきたいというふうに思います。